セントフィリップトリデ戦は7年戦争中の1756年、フランス軍がイギリス領ミノルカ島のセントフィリップトリデを包囲、降伏させた戦闘。イギリスではミノルカ陥落やミノルカ包囲戦とも、セントフィリップトリデの包囲、リシュリュー公爵率いるフランス軍はミノルカ島に上陸して、セントフィリップ城のイギリス中流軍を長期間包囲、しのち、降伏させた。 ジョン・ビング率いるイギリスの救援軍は出撃したが、ミノルカ島の海戦で敗北すると、ジブラルタルに撤退してしまい、中流軍はここで抵抗をやめ、降伏した。ビングは、ミノルカ陥落を攻められ、銃殺刑に処された。この時、戦闘に参加した一人が後に、初代ニューサウスウェールズ州総督になる、アーサー・フィリップであった。中流軍の抵抗は長く、名誉あるものとされ、 当時の監修に従って、武装を保持したまま、イギリスに送還された。ブレイクニーは、この努力を表彰され、アイルランド貴族のブレイクニー男爵に除された。イアサントガエタンド・ランニオンが、フランスの初代ミノルカ総督に任命された。エドワード・ホーク率いるイギリス艦隊がビングと交代で、ミノルカ沖に到着したが、包位と上陸をするには、部隊が足らず、彼は、 マルセイ陽機で3ヶ月間航行した後帰国した。もし海上封鎖していたら、兵糧攻めで降伏させられたという角でホークは帰国後、行動を批判された。フランスは終戦までミノルカ島を維持したが、東東は終戦時点でフランスが唯一占領していたイギリス領であった。1763年のパリ条約ではイギリスに占領されたクアドループと交換で返還された。 ミノルカ島は1781年にスペインに占領され、そのままスペインに割上された。ありがとうございます。